翔平 TV 4月プレゼント企画。はい、ということで水野のグローバルエリート軟式内野手用とウィルドライブバッティンググローブを各1名様にプレゼントいたします。 H セレクション革質も抜群のグローブに高校野球対応一般モデル両方があるバッティンググローブをプレゼントいたします。応募方法はこちらの3点。5月に当選者発表を行います。皆さん熱いコメントお願いします。はい、どうも新TV です。了解です。お願いします。お願いします。というわけでですね、はい、まあ4月になりましたよ。はい、あの4月になったということで、まああの大会がどんどん始まります。我々シーズンが始まりまして、はい、プロ野球も始まってます。はい、女子野球も始まってます。はい、BC リーグも始まってます。はい、少年野球も中学野球も高校野球も大会が始まってます。はい、ということで、まあ投げすぎ注意。そうですね、それは体のケアはとても大事。今がね、多分みんな体が動く時期、ちょうどそう、これから動かしていこうと思ってる時期。しかし油断するとやりますよ。秋に来るから、あの急に体がつったりね、足がつったりね、あの、あると思いますよ。もう来てる。すごい気をつけた方がいいんですよ。それはもう来てる。はい。で、最近俺、ケアグッズをね、はいはい、どん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 こう増やしてまして、はいはい。まあ今日持ってきてないのもあるんですけど、持ってきてるやつを全部紹介したいと思います。うん、で、まあ前回紹介したことある、まあ去年の年末ぐらいかな、あるかな、リカバリーガン、うんうん。ドクターエアーさんのリカバリーガンで、こちらでこう、肩ケアするね。はいはいはい。筋膜リリースだっつってこうやってやるんですよ、ビーって、うん。これもね、非常にね、試合前とかいいんですよ。ほぐれますよね。めちゃめちゃいい。僕もあのドクターエアさんじゃないですけど持ってるんで、試合前とかはまあドクターペッパーさんかな。あ、じゃあドクターペッパー、え、これ。そうそうそう、まあこれをまあ使ってますね、僕はね、うん、試合中とか試合後とか試合前とかいつでも使えるからね。そう、これタイプ C なんですよ、充電が。はいはいはい、今のこの時代に合ってる充電方法なんで非常にいいと思います、はい、もう2つ3つぐらいアタッチメントがあるんで変えてやるのもありだし、自分これでまあ十分かなって、まあ、肩がメインなんで。そうですね、だから足やるときとかだとアタッチメントを取り替えて。そうですね、とか腕とかが、そう、ね、あの Y 字のがあったりだとか。そうそうそう、 T 字のとかね、うん、うん、あると思うんでね、やっていただいて、はい、はい、っていうのが1つ。これは3段階ぐらいこう強さが、うんうん、こう振動の強さが選べます。ウィーって。CBD、 これはね、はい、これはもう超大事に使ってる今。これめっちゃ高いんで、やっぱこう、もうちょっとまあだいぶ使ってるんでね。まあ、そうですね。そう、使ってるんですけど、大事な時に使ってます。結構多く使ってます。ケチらずに結構多く使ってブワーってやると結構いい感じです。僕もゾゾの時は使いました。はい、そしてこちらですね、メンタームっていう、これね、軟膏ですね。へえ。あの、僕がいつも行ってるあの狭山スポーツ整体院さんのところで、うんうん、あの販売してて手に入れたんですけど、接骨院のクリームみたいな。花粉症でわかんねえ。これ本当にマジでクリームです、普通の。はい、これクリームになってますんで、はいはい、サラサラしてて、まあ、治療の時もこれを実際にこう塗って、治療をマッサージしたりとかこれ塗って、はい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 、いきます。はい、これでやるとまあ結構こんなに塗ってね、リカバリーガンもやって、これでもうだいぶ良くなるんですけど、最近新しいケアグッズをゲッツしましたんで、ほう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 、紹介します。それではこちらです、じゃーん。はい、ストレッチカップ。はい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 、はい、これね、おなじみフーニンさんとか、うん、大井くんとかやってますけど、これ筋膜リリースっていうんですかね、カッピングっていう、まあ見るとここの肩、ほら分かるよ、この跡、あといっぱいできるやつなんですよね、うん、こうやって。で、これを、あの、なんだろう、筋膜をこう剥がすと動きが良くなる、可動域が良くなるっていうので、まあ、固まってる筋肉剥がすイメージで、ね、あ、そうですね。これやると、あの、本当にこう筋膜がこうくっついてるとこう真っ赤になっちゃうっていう、逆に、はいはい、大井くんのなんかもう昔からやってるから、今やってもあんま赤くなんないんだって、薄い感じになるんだって。じゃあちゃんとケアができてるってこと。そうで、だいぶ投げれてるって言ってたんで、うんうん、でこれをね、新しく購入したんで。そうな、大井さん去年一昨年ぐらい肩真っ赤だったからね。そう、ずーっと真っ赤で。そうそうそう、この良さを知ったのは WBC の時に、あの大勢投手がね、うん、あのマウンド上がる時に、うん、若干ここのユニフォームここ見えてんだよね、赤いのが。はいはいはい、はい、準決勝1個見えてて、決勝になったらもう1個この首元に1個吹いてんのよ。じゃあやってるなと。そう、やってるの、やっぱ大事なんだなってすぐ思ったんですよ。で、探したら、ああ、一番近くのモンタナにあるんじゃねえかっつって、はいはいはい、まあ、ヒロトのやつをあのもらいました。サイズが大きいっつって。ああ、そういうことか。使えないからっつってもらいました。ジャイアンかと思った。ジャイアン、ジャイアン、ジャイアン、ジャイアンしたことない。これでさっき僕、翔平さんにやってもらったんですよ、うん、あれですよね、めっちゃ痛いですよね。これめちゃめちゃ痛い。痛いってことはもう本当に張り付いてるんですよね。うん、なんか物理的な痛さっていうよりかは内側からじわじわくるような。そう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 、これでなんと我慢すれば治るんだ、うん、頑張れ俺みたいな、ケアしなかった分しょうがない俺みたいな懺悔的な感じです。だから筋膜剥がしってやった当初とか
翌日ぐらいはちょっとほてってて痛い可能性はあるんですよね、うん、実際、うん、だから筋肉痛みたいになることはあるんですけど、まあそれが、徐々に徐々に本当に良くなっていくので、はい、やった方がいいですね、筋膜系は。これやった方がいいですよ、うん、本当に、はい、で両平的に何かやってる他に。自分はそれこそまあこれも結構使うね。それはですね、処方箋に行っていただいて。そう、処方箋でこう病院行って、俺はロキソニンの方は得てますんで、はい、こういう風にポーチに入れてね、管理してます。はいはい、なくなっちゃうんで。まあこういったものを使って、はい、まあ草野球人ってやっぱさ、仕事もしてるし、そう、土日は仕事もあるかもしんないし、まあ日曜だけ野球のこともあるし、うん、なかなか運動する機会がないと。そうですね、うん、その中でどうパフォーマンス上げていくかっていうと、やっぱりこういうケアグッズとか、うん、野球ケアとかこういうのが大事だと思ってますので、もう余裕がある方はぜひとも。そうですね、まあ、はい、安いもんではないから、正直安いもんじゃないですよ。けど本当に頑張りたいと思ってんだったら、うん、こういうケアグッズに投資するのもありかなと。だし、これで怪我したりとか、筋肉痛ひで体動かねえって言って仕事できなくなったら、仕事がおろそかになったら本末転倒じゃないですか。そうですね、まあ、社会人として働いている以上はちゃんと両立しなきゃいけないので。そうです、そういったところは、まあね、ぜひご検討いただければなと思いますね。そうですね、僕らも社会人としてね、はい、サラリーマン兼 YouTuber として、うん、僕なんかプラス動画編集者でもありますし、はいはい、体が資本ということで、うん、これを見てる方はね、結構こう僕と同い年ぐらいの前後の方が多いんで、うん、まあ、体が資本ということなんでね、体のケアをしっかりとした生活をしていきましょう。はい、頑張りましょう皆さん。そうですね、頑張ろう。ちょっとダイエットも頑張ってもらって。頑張りますダイエットも頑張りましょう皆さん、ね、困ってる人ねいるでしょ絶対。頑張って逃げたに目指そう逃げた目指そうってあんまりいないか。はい、そんな感じでね、はい、今回はケアグッズの紹介でした。はい、ケアグッズ使ってみたい方はぜひとも翔平 TV の、イベント翔平図の活動に来てもらって、うん、使ってみるのもいいと思いますんで、はい、お待ちしてます。はい、はい、それでは終わります。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あっしゃーイエーイイエーイ。 OK OK OK、 そう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 。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。